皆さんこんにちは、エイブル岡山町店北です。今日は、岡山駅の西口側にあるグランスクエア岡山駅西口という物件にやってまいりました。こちらね、外に共用部がございまして、自転車置き場がありますね。自転車置き場がすごい量あるんで、めちゃくちゃ止めれそう。の分ではあるので、曜日指定があったりとか有料ゴミ袋が必要なんですけれども、敷地内にあるんで遠くまで捨てに行かなくていいっていうのはすごいいいかなと思います。駐車場も台数に限りあるんですけど、今空き状況はお問い合わせください。ではちょっとお部屋の方行ってみましょう。この字の感じとかすごいなんかいい感じだと思います。宅配ボックスと郵便受けがございます。宅配ボックスも大きいのが4つついてるので、結構どんな荷物で入るんじゃないかなと思います。でね、オートロックもついてます。鍵持ってるんでこれ開けるようですね。入って左手に、赤いエレベーターがございますので、これで上まで上がってまいりましょう。部屋の前に やってまいりました。これね、表札とインターホンがあるところで、これレンガっぽくてすごいおしゃれです。なんか西洋風な感じ、まあ、やっぱ西口側っていうのがかけてるのかと思うんですけれども、こちらの中ですね、ちょっとしたこの玄関のくぼみがあって、その奥に収納があるっていうのが不思議な形をしてるんですけど、収納はプラーとあります。でもこれ男性の方やったら多分靴1段につき1足しか入らないんで、これ多分2つは並ばないと思うんで、あまり入らないスマホですね。キッチンすごいいい感じですね。これすごい好きな感じ、ね、の換気扇もついてますし、なんか常時モードみたいなのがあって24時間換気みたいな感じです。すごい綺麗です。収納もいっぱいあって、大きい収納です。で、二口のガラスコンロがあって、グリルはちょっと見てないですね。お魚は食べようっていう方がいいかなと思います。シンクも調理場も結構広いです。これ使いやすいんじゃないかなと、冷蔵庫置き場もしっかりあるんで、使いやすそうな質ですね。こちらが脱衣所兼洗面所です。すっごい高い段差があります。洗濯機置き場があります。十分なスペースがあるんで、結構大きめのも置きそうな感じですね。でこれ最近陶器じゃないですよね。ここはねプラスチックです。割れにくいっていうところがいいんじゃないかなと思います。ラックとかもすごいしっかりついてるので使いやすいんじゃないかなと思います。収納もねあるんで、しまいたいものがあればしまっていただくような形です。でこちら浴室乾燥とかはちょっと今ない状態ですね。お風呂場です。お風呂もね、置き場と鏡とシャワーがあります。こちらね、ちょっと2ハンドル式混合水栓というか、ひねるやつなんですけど、ただまあ給湯器があるので温度設定ができます。でお風呂も自動でお湯張りと追い出しもできます。浴槽は普通です。でここでもね、お風呂の、お湯張りとかの設定できるんで、お風呂掃除しといて栓だけ閉めといて、お風呂入るときにとかはできます。こちらお手洗いですね。手洗いもすっごい高い段差があります。収納棚があるのは結構ね、なかなかないところも多いんで嬉しいですよね。ウォシュレットもついてますんでいい感じです。こちらが部屋となっております。
ちらのお部屋は 8.5 であるので結構広いですよね。しっかりこう声も響く感じがします。クロスとか全部真っ白で床もライトブラウンのような形なんで非常に明るい印象を受けることでございます。扉の色合いとかもすごいおしゃれですよね。温かみを感じるようです。でここが収納ですね。収納スペースが飛び出してきてあんまり入らなさそうではあるんですけれども、ただ奥行きは結構あるんで、まあ置物とかも置けそうですよね。テレビモニターがついております。オートロックついてるんでこの解除ボタンもあります。で通話もできます。で表示されます。どんな人が来たか分かるのでこれは安心ですね。こちらインターネットが無料でついております。これはめちゃめちゃ嬉しいです。インターネット無料で使えるんで、実質その数千円のお得感はありますよね。こちらにエアコンもついております。2018年製まだまだ新しいしっかりしたエアコンですね。うちにあるのと一緒ですね。こちらがバルコニーです。バルコニーなんか半透け状態の壁です。おしゃれ、清潔感のある病院みたいな。これにこれも高さ変えれるんで、ちょっとね大きいコートとかね干すときはちょっと高いところにして、あんまり見えてほしくないものとかしていきましたっていう感じで使い分けてます。グランスクエアの岡山駅西をご覧いただきましたがいかがでしたでしょうか。結構綺麗でね、あの駅も近くてですね、いい目の前にはもうスーパーもありますので、めちゃめちゃいい場所にある物件です。この動画を見て参考になった物件いいなと思われた方はぜひ高評価とチャンネル登録、そしてお問い合わせをお願いいたします。以上、お呼び下さいましょう。できたでした。